トリート。お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。トリックアトリート。お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。あら、幼稚園生たち、ハロウィンの練習ね。そうだよ。今年はたくさんお菓子を集めるんだ。ルルお姉ちゃんの家にも行くからね。いいわよ。待ってるわ。トリックアトリート。お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。トリックアトリート。ねえねえ、ところでいくつぐらいまでああやってお菓子をねだることができるのかな。僕ネットで見たんだけど、遠い国では14歳までって決まっているところもあるらしいよ。あら、それじゃあ私はもうじきできなくなるのね。なんか寂しいわね。じゃじゃーん、これ見て。何？ハロウィン仮装大会？そう、僕たちはこれでハロウィンを楽しまない？お化けの仮装で誰が一番怖いか競争するわけだね。そう、僕らでとびっきり怖いお化けの仮装をするんだよ。面白そうね。早速作戦会議ね。なじゃねえ、何組ぐらい出場するのかしら。男爵が主催してるから。姉御、今の聞きましたか？生き物が我々お化けの真似をするらしいですよ。笑っちゃうわね。ここはお化けの意地にかけて、本当に怖いお化けってどんなものか見せてやりましょう。え？僕らもあの仮装大会に出るってこと？もちろんよ。早速作戦会議。あいあいさー。ねえ、怖いお化けってどんなんだろう？そりゃ口が耳まで裂けてて、牙があって、角が生えてるとか？ダメね。これじゃただの鬼だわ。じゃあ牙があって角があって、それに毛むくじゃらっていうのはどう？僕がやるとマンモスだね。大会で優勝するにはもうひとひねり必要だな。姉御、お化けの私が言うのもなんですが、怖いお化けってどんなんでしょうね。そりゃ口が耳まで裂けてて、牙があって角が生えてるってことじゃない？ダメね、これじゃただの鬼だわ。それじゃあ毛でも生やしてみる？これじゃあ狼男かな。というよりカビの生えたお餅ね。ダメね、生き物をびっくりさせるにはもうひとひねり必要だわ。案外難しいのね。ねえねえ、妖怪ホークに行った時、3人でトリプル変身合体で馬になったでしょ。あんな風にみんなで一つの怪物になるっていうのはどう？いいわね。なんか迫力があるし、優勝が見えてきた気がするわ。ところで何になるの？ほら、四つ足でみんなが怖がる生き物がいるじゃない？いっそのこと僕たち三人一緒でなんかやってみる？何か大きなものになるってことね。いいアイデアじゃない？で、何になるわけ？ここに住む生き物が一番怖がる巨大な生物なんてどう？いいわね。なんか迫力があるし、優勝が見えてきた気がするわ。レディース&ジェントルマン、ハロウィン仮装大会へようこそ。まずは審査員の方々を紹介します。左からワニ先生、ポンコ先生、ドクターベア、そしてお助けヒーロー4レンジャーの皆さんです。それでは早速始めましょう。エントリーナンバー1番、カバノスケさんのジョーズ。仮装というより一発芸でしたが、まあいいでしょう。評価は4点。残念でした。もう一工夫欲しいところでした。続いてぴょんたくん、僕のお母さん。ぴょんた、いつまでグズグズしてるんだい？早くしないと学校遅れるよ。これは確かに怖い。そしてひねりも効いている。審査結果はいかがでしょう？続いては亀吉くんで亀の呪い。こりゃ愉快じゃ。おっと、ゾウのおじいさんにだけ受けている。
まさかとは思いますが、これは亀は呪いと亀の呪いをかけた古典的なギャグでしょうか。やはりそうでしたか。仮想でも何でもない自虐的ネタの評価は残念でした。続いては今回の優勝候補と目される我らがスーパーヒーロージロー君、ルルちゃん、ビッグ、そしてヒラメちゃんで黒ヤギ。みんな行くわよ。トリプル合体フォーメーションラジャー。これはすごい。ようやく仮想大会らしくなってきました。評価は出ました、10点です。合格点の方はステージの上に残ってください。続いて匿名希望お化け三兄弟の、おっと今度は白ヤギです。姉子、なんか緊張しますね。ちょっとね。だけど大丈夫、お化けの意地を見せるわよ。トリプル合体変身、あやいさています。会場のどよめきと拍手が鳴りやみません。評価はもちろん10点満点。おそらくこれを超える得点は出ないでしょうが、最後の挑戦者です。何ですか、エントリーシートに何を書いているのかよく読めませんが、お化けの芋虫です。どうぞ。トリックオアトリー、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。すごい、審査員の方々、どうやら得点ボタンを連打したようです。あるはずのない100点が出てしまいました。姉子、乾杯ですね。生き物の子供は手強いわね。これからどうします？もちろん来年の大会に向けて作戦会議よ。あやいさ。あなたたち、しっかり森中にお菓子をねだったのね。最高のアイデアだわ。ねえねえ、僕たちにも少し分けてね。少しだけだよ。今日のお話どうだった？今年のハロウィン、みんなはどうやって楽しむのかな？僕たちみたいにみんなで怖いと思ってるものの仮装をして遊ぶのも楽しいよ。それからお菓子は食べ過ぎないようにね。それじゃ次回もお楽しみに。